大変お待たせいたしました。日本の未来は仙台から、先端技術と文化による都市モデル作り第2部を開始いたします。本日はオンラインでお送りしております。オンライン視聴されている皆様、もしご質問等ありましたら、チャット機能でお送りください。本日の定談内で全てにお答えするのは難しいんですけれども、登壇者、スシャイ事務局側で共有させていただきたいと思います。それではここで、主催者である仙台応用情報学研究振興財団の野口理事長より、本日の開催の趣旨について説明させていただきます。野口理事長、お願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。本日の提案の趣旨は、これからお話をいたします。一つは皆さんご存じのように、今、日本は静かに沈んでいくんですね。しかも、地方都市はますます疲弊していく。この中で一体我々は何をしたらいいかと、そのためにですね、新しい我々は政策戦略を作らないといけないわけです。このモデルを仙台から作ろうではないか、新しい仙台モデルの創設を我々は試みたいというのが今回の趣旨であります。で、この計画に関してですね、一番大事なのは、数値目標を具体的にやはり作らないと意味がない。で、今回の目標は、仙台の GDP を今後3年から5年の間に少なくとも 3% を増加させたい。現在、仙台市の GDP が約5兆円強だと思うんですね。そうしますとね、1年間に新しい産業を1500億円売り上げとして作るようなことをこれから考えていかなきゃいけないというふうに思っております。で、次のスライドをご覧いただきたいんですけれども、要するに日本の現状でありますが、日本の現状は1989年、国際的な競争力はトップだった、1位だったんですね。残念ながら2019年、30位に後退しました。このトレンドは残念ながらまだ続いております。次のスライドは、これは具体的な数字のあれでありますが、このグラフをご覧のように、そのトレンドはますますきつく悪くなっていくような流れですよね。次のスライドをお願いしますが。でこれはですね、実質賃金の伸びがどうなっているか、これは我々の日常生活に一番関係のある問題でありますが、日本はほとんど変わらない、それに比べて、他の国々はかなり立派な発展を遂げていると、でこのギャップをですね、これからどうやって埋めていくかというのが、今回の趣旨になると思うんですね。次のスライドをお願いいたします。で日本の経済力は残念ながら、すでに1人当たりの GDP に関して、韓国にも抜かれています。で将来このままですと、日本は残念ながら、先進国から脱する可能性が極めて高いではないかということを危惧しております。次のスライドをお願いします。で、今後ですね、日本から世界に向けての新しいビジネスを構築し、頑張っていかなきゃいけない。の具体例がですね、具体的に言えば、フィンランド、韓国、台湾がありますね。フィンランドは非常に小国でありますけれども、つまり、ビジネスのマーケットを全世界に向けているわけですよ。韓国も同じですね。つまりこういった従来の鎖国的な経済モデルから我々は脱却してですね、開放的な本当の意味で世界で勝負できるような新しいビジネスモデルを作っていかないといけないんだろうと。第二はやはり高度消費型の経済モデルを作らなきゃいけない。これによって我々はさらにリッチな生活ができるようになる。しかしながらこれをするために大事なことはまさに高度産業の育成です。それは技術のレベルで、金融ではなくて、技術のレベルで新しい産業を作っていかなければいけないという。で、例えばユニコーンのような企業がこれから生まれてこないとはやはりいけないんではないかなという気がしております。次に参りましょう。で、新しい仙台の戦略を考えるので、一体仙台市は基本的にどのくらいいいリソースを持っているかというと、そこにありますように、一つは東北大学、および地域大学が持っている高度の知的資源、それから人材がありますね。特にこの人材に関しては残念ながらですね、東北大学の優秀な大学院の学生の 90% 以上は仙台から離れていっちゃうんですよね。なんでか、それはもうここにいい働く場所がないからなんですけれど、第二が仙台市が持っている東北6県との強力な人的な物理的なネットワークがあります。第三が間もなく動き出します次世代放射光の施設の活用があると思います。さらにこの20年来続いております
フィンランドのオールスとの連携、これをさらに強化することが非常に重要なテーマだろうと思うんですね。特にオールスにはご存じのように、ノキアの本社がありますので、今後そういうものを活用することによって、新しい戦略が仙台から生まれてくると。ここには書いてありませんが、5番としてやっぱり仙台は素晴らしい100番都市です。まあ、そういうこともこれからですね、仙台の戦略を考える上で非常に重要ではないかというふうに思うわけであります。次に参りましょう。で、清掃戦略をするために必要な資源があります。その第一がですね、先進的な企業を立ち上げる人材の集団を我々は持たなきゃいけない。これはおそらく東北6県に限りません。日本全国、あるいは外国からですね、優秀な人材を引っ張ってくることも極めて重要なテーマではなかった。で、当然各企業ができたときに、その企業に中心となる CTO、CFO、CMO の人材もやはり同時に必要になりますね。つまり、テクノロジーとファイナンスとマーケティング、この3つの問題をきちっとクリアできるような人材がいないと、これはまずいと。3番目がですね、これは非常に難しいんですけども、リスクマネーです。お金がなければ何もできないですから、そのリスクマネーをどうやって宣伝に呼び込むか、これは日本全体、場合によっては外国から引っ張ってくるような音が極めて必要でしょうと。で、4番目がですね、産学官金の強力なサポート体制を作ること。これは非常に重要なテーマだと思います。次に参りましょう。で、具体的な戦略としては、ここにありますように、2つ、まあ、極端な例ですけど、あります。1つは仙台市が高度の知的情報社会に向けての具体的なプロジェクトを作った上で、産学金が積極的にそれに対して支援体制を作って進めていくというのが1つの方法。第二の方法は、産学が中心となって、新しい産業を創出していこうと。で、その時に、官と金が積極的にこのプロジェクトを支援するという体制を作ると、まあ、いうことが大変大事なんではないかというふうに思うわけです。で、次のスライドに参りましょう。で、この問題に関して、今日、優秀な3人のパネリストの方たちが、積極的に新しい意見をお話していただけます。ぜひともこれを向かってですね、新しい我々は仙台モデルを作りたいと。ちょっとまた話が飛びますが、これ5と書いてありますが、これはやはり仙台が一つのアイデンティティとして世界的な文化都市にならなきゃいけないですね。で、この辺の問題だったら、今日市長からお話が多分あるかと思いますので、期待しております。以上であります。ありがとうございました。野口理事長、ありがとうございました。冒頭から非常に高いレベルの課題を出されて、登壇者の方も困っているかもしれませんけれども、本日の登壇者をご紹介したいと思います。まずお一人目ですけれども、株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼 CEO、一般社団法人インターネット協会理事長の藤原博史さんです。よろしくお願いいたします。お二人目、東北大学理事副学長、企画戦略総括担当プロボスト CDO の青木貴文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして3人目、郡和子仙台市長です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。私は今日司会進行を務めます東北大学の舘田と申します。それではどうぞよろしくお願いいたします。この仙台定談会はもう5回目の開催となりまして、オンラインは昨年度からになっています。藤原会長と青木理事はもうほぼ固定メンバーとして毎回参加いただいておりますが、今回は郡市長をお迎えして、日本の未来は仙台からというちょっとドキドキするようなテーマになっております。野口理事長はじめ、あまり郡市長のプレッシャーにならないようにですね、藤原会長、青木理事もどうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。で、まず前半は、お一人ずつ本日のテーマについてプレゼンテーションをしていただき、後半に意見交換ディスカッションに移りたいと思います。それでは藤原会長からプレゼンテーションをお願いしたいと思います。少々お待ちください。それではただいまご紹介をいただきました、株式会社ブロードバンドタワーの代表と、それからインターネット協会の理事長をしております、また東北大学からは参与という、お役目をいただいておりますが、これは無給の奉仕でございます。すみません、どうも。
まあ、ここにロゴいろいろ掲げてますけれども、DX 認定というのは、これ、経済産業省から出た新しい企業の認定です。それから TW100 というのは、テレワーク先進企業100選というのに一応選ばれまして、一応経済産業省と総務省から一応進んだ企業らしい、あれはいただいております。で、今日はですね、私のテーマは日本の未来を仙台から創造すると。なぜ仙台か、何をするのか、なぜどうやってやるのかと。これは冒頭理事長であられます野口昭一先生からの宿題ということで、この宿題を取らないと単位がもらえないということで、チャレンジしたいというふうに思っております。まあ、私はもともとは情報処理学会なんかで論文を書いてた研究者だったんですけども、当時野口先生は情報処理学会会長をされてまして、で、私はそこから企業へ、ね、転身するわけですけども、25年ほど前にインターネットのベンチャー企業を立ち上げまして、まあ、一応こんな起業家クラブに二刀流なんて、この年は大谷翔平選手が活躍を始めた年だったんですけども、そんな立場でおります。で、まあ、私自身は、東北大学では学んだことないんですけども、野口先生からだいぶ学ばせていただきまして、東北大学から単位はもらってないんですけども、今日は単位取りに来たということでございます。で、コンピューターネットワーク研究開発エンジニアから、あと国際標準化10年ほど MPEG という動画像の圧縮を日本から提案をしてというのをやってまいりまして、25年ほど前にインターネットのベンチャー企業を立ち上げたということでございます。で、まあ、いろいろありましたけども、まあ、都合4回ほど株式上場などをしております。それからあと公職ではですね、総務省で主にモバイル関係 5G とか Beyond 5G とかの有識者会議のメンバーをずっとさせていただいております。で、最近はですね、その後社外取締役等々をやってますが、来る2月18日に今度一般社団法人デジタル園都市国家構想応援団という、まあ、そこで代表理事を指名されておりまして、若宮担当大臣と私でオープニングの記念講演をすることに、衆議院議員会館でやることになっているんですけども、まあ、あと大学ではさまざまな講義などをいまだにやっております。私の会社はコンピュータープラットフォーム、それからサイバーセキュリティ、それからメディア配信、 AI の研究開発、それからベンチャーキャピタルを2社グループ会社で持っておりまして、主にイスラエル、シリコンバレー、インドの海外投資と国内、これは NTT ドコモさんと私どもとみずほさんとの合弁なんですけども、国内投資を20年ほどやっております。で、今日のお話なんですけれども、野口先生からの宿題を出てとこうかなということですが、なぜ仙台なのか、 どんなふうに、何をするのかといったお話をしたいと思います。まずなぜ仙台というお話なんですけれども、世界の中で仙台森の都はどう見られているかということでありますが、まずは野口先生からもお話ありましたけれども、今日本の GDP は世界で3番目と、これは合計ですね、1人当たりちょっと落ちちゃうんですけれども、でも先ほど野口先生からもありましたけど、成長率はというとほぼ止まっているということでありますので、ここは何とかしなくちゃいけないと。で、あと日本の GDP ランキング3位ですけども、コロナ前の2018年の成長率は実はマイナスになっているということがございます。で、よその国と比べてですね、日本はちょっと2018年にマイナスになっちゃったと。で、1人当たりの GDP に関しては、まあ、そんなようなことであります。で、特にですね、日本は25位ということであります。まあ、そんなことで1人当たりに換算すると日本は3位ではなくて25位と。で、コロナ、ポストコロナ、ビフォーコロナということなんですけども、なんで 3% かなということなんですけども、一応野口先生の宿題を解くために見てみるとですね、コロナで2020年にドカッと世界は一旦経済がマイナスになりますが、2021年から持ち直してくるという中で、やっぱりアメリカ、それからヨーロッパですね、まあ、この2カ国、まあ、中国はちょっと別格の成長をしてますので、アメリカとやはり EU を意識した成長を考える必要があるんじゃないかなということでございます。で、日本の GDP 成長率 3% というのは仙台からやろうじゃないかということかと思います。手本となる 3% は仙台からということで、一応野口先生からの宿題を目標を設定しましたと。
でどのようにやるかなんですけれども、日本の中の仙台をちょっと見てみたいと思うんですけども、コロナ前アメリカが 3%、 EU が 2%、 日本が 0.8%、 これを 3% 日本全体を持っていくにはですね、やはり手本を誰かが示さなくちゃいけない、それは仙台だろうと今日のテーマですね。でこれ都道府県でちょっとランキング見てみますとですね、まあ、コロナ前の数値が一応正常ということだと思いますんで、宮城県は全国では14番目ということであります、はい、で仙台はそのうち 53% を占めてますんで、やっぱり仙台が頑張れば、まあ、宮城県全体が上がるし東北も上がるだろうということなんですけども、 3% を超えてる県を見ますとですね、2つあります。1つは富山県、それからもう1つは佐賀県なんですね。この2つはなぜこのような高い成長率を持っているのかというのをちょっと調べてみますと、佐賀県の例を見ますとですね、 6.3% 増ということなんですけども、目立った企業はあんまりないんですね、実は。でこれ企業なんですけども、大した悪いけど企業ないと。じゃあなんで、佐賀県は 6.3% 伸びたんだということなんですけども、一つはですね、対日投資です。海外企業が佐賀県に、まあ、化粧品とか医療、半導体、ロボット、自動車、航空関連に投資をしておりまして、2018年度特に39社と倍増しているということがございます。またもう一つはですね、意外と半導体関係で皆さんあんまり注目していないのがシリコンウェアなんですけども、サムコという企業の巨大な工場が来まして、シリコンウェアというのは日本の企業2つが世界のシェアの7割を超えてます。1社は新越化学という会社ですね。もう1つはこのサムコという会社なんですけども、このサムコの主力工場が佐賀県伊万里市にできまして、1個作ると500-600人の正規採用をどんどん作るということで、素材でありますけども、これは非常に重要な産業かなというふうに思います。それから富山県はですね、主力産業は製造業です。で、名目で 6.3%、実質1125億円という大幅な増加を成し遂げたということであります。で、どんな企業があるかというと、こういう、赤で書いたところです、まあ、北陸電力さんはちょっと別格ですけども、赤で書いたところが非常にユニークな、製造業ですね。例えばジェネリック医薬品の日医工さんとかですね、橋梁建設の川田テクノロジーさん、こういったところがありまして、あとまあゴールドウィン、これはスポーツウェア、皆さんご存知かもしれません。こういったところが実は伸びていて、製造業に強みと、あと労働生産性、これ実はちょっと大事だと思ってるんですけども、日本の労働生産性は今28位ということで、非常に1位はなんとアイルランドでありますけれども、日本の労働生産性は非常に低いと、1人当たりの稼ぎですね、 GDP を人口で割った部分で、国際比較によるとやはり OECD でも23位とかですね、これは時間当たりですけども、あと1人当たりは先ほど言った28位と。で特に低下が著しいのは製造業なんですけども、18位と、ということでありまして、日本の労働生産性の低下の主因は製造業の衰退にあるということが言えるかと思います。なんとでも日本はですね、95年2000年までは1位だったんですね。それが2005年2010年と落ちていきまして、衰退が1位から10位と。それでアメリカが実は製造業上がってるんですねということ、それからドイツが伸びてきていると、日本を追いかけ追い越したということであります。それから現在日本は18位に落ちちゃったんですけれども、野口先生も最初おっしゃってました、韓国ですね、米国はもちろん好調と、それからドイツは健闘していると。で、韓国が出てきたということで、ちょっと韓国の、製造業の労働生産性の台頭というのは日本の上に来ちゃったというところが今あります。まあ、サッカーでもなかなかライバルですけども、今製造業でライバルということであります。で、日本の労働生産性のピークは90年代で、現在28位になってしまったと。で、私自身はこれを課題はデジタル化の遅れだというふうに考えております。だからデジタル化をいかに早く進めるかということであります。で、まあ、社会課題と社会問題の解決は仙台からと、例えば少子高齢化、人口減少、首都圏一極集中、デジタル化の遅れ、あるいは地球温暖化、こういう社会課題に対してですね、いくつかの問題が起こっています。
高齢者が事故を起こすとか、ドライバー不足だとか、免許返納して移動困難者が増えているとか、あるいは公共交通が利用者が減少しているとか、都市部が渋滞しているとかですね、まあ、そんな中で、私自身、自身も取り組んでいるテーマがケース、これはあの自動車業界ですね、コネクティッドカーにする、自動運転にする、シェアードにする、電動化する、それから MaaS というモビリティサービス、それからデータセンターの脱炭素化、まあ、こういった新しいモビリティの必要性、まあ、こういったことも仙台ならチャレンジできるんじゃないかなというふうに思って取り上げました。で、地方別でいうと東北はですね、増加率は 0.4% ということなんですけども、これをまあ仙台から 3% に上げるということで、2つの県があるやはり中部、富山のある中部地方と佐賀県のある九州は伸び率が高いと、地方を牽引しているんだということが分かります。で、 GDP 増加モデルですけども、東北地方の中心としての宮城県とその中心にある仙台の GDP を増加させるにはですね、関東や近畿の大都市型モデルではなくてですね、むしろ佐賀県、九州地方、富山県、中部地方というモデルを、少し考察してみることが重要ではないかなというふうに思います。またあの政令指定都市の GDP ランキングは、仙台市今10番目でありますけれども、1人当たりの、生産性は非常に高くて実は3位にいますということで、1人当たりのクオリティは非常に高いということが言えるかと思います。ここを生かそうと、冒頭あの野口先生もおっしゃってたように人材を生かそうということで、1人当たりの GDP と都市力が今後重要になってくるだろう、まあ、地力構想ですね、ということで、まあ、東北大学の役割が大きくて、この後青木先生が任しとけという話があると思いますけれども、東北大学があるから大丈夫と私は思いますけれども、重要なのは1人当たりということであります。あと都市力の考察はですね、私もちょっと関係している森記念財団の都市戦略研究所というのが毎年ですね、これちょっとあの市長はそんなはずないという方は結構多いんですけども、一応ランキングしている人がいまして、ちょっと見てみますとですね、仙台市は都市力ランキングでは7位ということになっておりまして、1位は京都から大阪が取ったというのが去年のデータであります。その後福岡、横浜、名古屋、神戸と来て7位と。で、大阪市がなんで1位になったかというとですね、自転車が利用しやすくなったというのが一つ、それから CO2 排出量が昼間人口当たり低い、それから電子自治体で1位を獲得したということで、デジタル化を一生懸命やったということで、大阪はなぜ伸びたかというと、自転車と CO2 の削減と電子自治体ということであります。で、京都が2位、例年1位だったんですけど、去年は京都市が2位になりまして、文化交流では1位と、まあ、なんとなく分かります。それから研究集積の大学、それから研究開発成果の論文、こういったところが、あと自転車の利用のしやすさも高評価ということでありまして、京都市はまあ文化交流、研究集積、研究開発、自転車の走りやすさでリードと。3番目は福岡でありますが、まあ、イベントホールの座席数、まあ、今度はあの仙台市にもいいホールができるということを後からなんか聞けるようでありますけれども、このようなことを福岡はやっているということで、イベントとですね、あと災害安全性、人と環境バランスの得点が良かったということであります。横浜市は景観まちづくりの積極度、それから SNS をうまく使っていると。研究開発の論文、これはですね、実は横浜には知る人ぞ知る自動車関係の研究施設が集積しておりまして、まあ、あの日本の自動車会社だけじゃなくて、ドイツの自動車会社などもですね、今横浜市に研究所を作っております。またアップルもですね、実は横浜市に研究所を作って電気自動車の研究を始めたというふうにも言われております。まあ、そんなあの企業の研究開発拠点が実は自動車産業を中心に横浜市に集積しているということがございます。まあ、そんなことで、景観集積度、 SNS のフォロワー、研究開発特許でリードというのが横浜市と。名古屋5番目は、研究開発で京都を抜いたと、まあ、これはあのトヨタ自動車等自動車産業があるというのが大きいようであります。まあ、てなことで研究開発、あと新規法人登記数、これはまあベンチャー企業、スタートアップがよくできていると。それから対事業者サービス事業者割合でリードしているということであります。まあ、このように都市力ランキング上位5都市を見えてくるものと、大阪、京都、福岡、
横浜、名古屋、こういったところを見ますとですね、仙台市として何をやるべきかというと、やはり災害安全性、それからこれやっぱり、東日本大震災復興の中心であった仙台は、この災害安全性と CO2、それから研究集積ですね、研究開発、それから特許、新規法人、これは企業支援ですね、冒頭、野口先生もおっしゃってましたが、リスクマネーを投入して、新しい事業を起こす人が仙台からたくさん出てくるようにすると。対事業所サービス事業者といいますのは、これ、いわゆるどこが成功するかというと、やっぱり B2B がやっぱり成功しやすいんですね。消費者向けのサービスをいきなりスタートアップでやるというのは結構大変ですけれども、企業向けはいろいろチャンスがあると、成功確率が高いということでございます。から8番目は電子自治体ですね、それから SNS のフォロワー数を増やすと、から文化交流イベントを増やすと、まあ、この10個ぐらいが宿題かなというふうに思うわけです。じゃあ何をするかということでありますが、ちょっと災害防災対策、これ仙台市のホームページなんですけども、ちょっとあんまかっこよくないですね、申し訳ないですけど、まあ、災害対策だからかっこよくある必要はないんですけども、やはり見やすいだとか触りたくなるとか情報をアクセスしたいと。で、点がいいのは福岡市でして、これなんかこうビジュアルな感じがあってですね、福岡市の防災トップページこんな感じで見えるんですけども、ぜひこれよりもかっこいいやつを作ってくださいと。CO2 の削減ですけども、これは温室効果ガスアクションプランというのがいろいろあるわけですけれども、仙台市、いろいろおやりになってますが、私、これちょっとね、東北大学が関与をあんまりしてない気がしてまして、そこをちょっと私の想像なんですけども、多分宮城県、あるいは仙台市内で一番 CO2 排出してるのは、私、東北大学だと思うんですね。だから東北大学がこのプロジェクトにもっと関与すべきと。ちなみに東京都では東大が一番排出しています、というようなことでございます。それから、国土交通省のデータですけども、運輸部門の CO2 排出ですね、電車バス自動車の EV 化というのをやはり電動化を推進すべきではないかなというふうに思います。まあ、そういった意味でこれは提案ですけども、東北大学をリーダーとする CO2 削減プロジェクトの指導が求められますということでございます。研究集積でありますが、これはもう言うまでもなく、サイエンスパーク、野口先生もおっしゃっていました、放射光の設備が2023年運用開始しますので、ここには非常に期待されるところがあります。これもやはり東北大学をリーダーとする研究集積プロジェクトをさらに強化するということが必要かと思います。あと研究開発ですね、今日も私、雪の中、東北大学の金属材料研究所の本田記念館のところで参拝をしてまいりました。世界に先駆けた、素晴らしい、材料科学での研究力がいまだに健在ということでありますので、これを生かしてですね、ぜひこのサイエンスパーク構想、次世代放射光施設を盛り上げていっていただければと。まあ、課題はデータ分析だと思いますので、ここら辺はいろんなソフトウェアとかデータサイエンティストを集める仕組みがいるのかなというふうに思います。それからメディカルバンク、これもあとワーク先生がお話しされると思いますけど、これはやはり世界をリードする可能性のあるプロジェクトですので、ぜひと期待したいと思います。はい、産学連携の研究開発プロジェクトの具体化と、論文は出るかもしれません、論文に終わらずですね、ぜひ産業を作っていただきたいと。それから海外の成功事例ちらっとお話しすると、私イスラエルに、コロナ前よく行ってまして、特にテクニオン、イスラエル工科大学というアインシュタインが作った大学に私の名前についた研究センターがあるんですけれども、まあ、ここでですね、には世界の研究機関が、集積しております。でこれ私喋った時 の, でこの、サイバーテックというイベント2019年の時、オープニングスピーチはネタニヤフ首相で、私クロージングスピーチをやったんですけども、ネタニヤフさんが言ってたのは、2007年の時にですね、このハイファに中心にしたイスラエルに世界トップ10のうち4社が研究開発拠点をイスラエルに持ってたと。2017年はアップルから10位全部がですね、イスラエルに研究開発拠点を持ってきたと。まあ、私自身ここから何を想像するかというと、仙台にですね、この研究開発拠点トップ10の会社はみんな来いというようなことができればなというふうに思うわけでございます。まあ、そんなふうな研究開発産学官連携を推進すると、あと特許ですけども、特許の、大学別ランキングが東北大学が2位ということですので、さらに上を目指していただければというふうに思うわけでございます。まあ、今結構いいところ行ってるんでですね、東北大学ということで、さらに上を目指してくださいと。
まあ、というので東北大学はやはり結晶とか合金などの分野で強いということが言われております。新規法人企業数で仙台の強みはやはり社会起業家の層の厚さだというふうに思いますので、ここを生かしてですね、強みを生かす成功モデルを作っていただければと思います。それから B2B 企業向けのサービスの従業員を増加させると、ここがスタートアップのピンポイントだと思ってますので、ここをぜひというふうに思います。それから電子自治体、この表は何を意味しているかといいますと、世界の幸福度ランキング、これ左側1位フィンランド、2位デンマーク、こう見てみますと、あとノルウェー、スウェーデンとかですね、北欧の国が上位を独占していると。でなんでかなと思うんですけども、これ必ずしも GDP だけじゃなくてですね、ヨーロッパはデイズイという、これはデジタル化指標というのを、ランキングをつけましたところ、なんと1位、2位、3位は北欧の国ですね、フィンランド、スウェーデン、デンマークということでありますので、実は電子自治体サービスの向上は幸福度アップにつながるということが、EU の調査で出ております。まあ、ここら辺も仙台からぜひやっていただければと。それから SNS フォロワー数の増大をいかにするかということでありますが、これは Facebook とか Twitter とか LINE とかですね、Instagram とか、これら辺をぜひ自治体アピールに使っていただければと。災害情報にも有効だと。で、Facebook、まあ、ご存じのように2600万人、Twitter は4500万人、Instagram も3300万人、LINE は8900万人と。まあ、YouTube は6500万人以上のアクティブユーザーがいると。で、成功例、いろいろありまして、まあ、今日はあんまり詳しくは言いませんけれども、各自治体での成功例が出ておりますので、ぜひこの SNS をうまく使った仙台市のアピールをしていただければと思います。最後に文化交流イベントの増加ということですが、仙台市の国際姉妹友好協定締結都市というのを見ますとですね、どうも2002年から新しいのがないような気がするんですけども、また国内姉妹都市もですね、昭和56年からちょっとないみたいな、ここら辺ぜひ交流をですね、世界各国の姉妹都市と協定などもまた積極的にやっていただければというふうに思います。ぜひ文化交流の活性化をお願いしたいと。で、一例挙げると京都はやっぱり積極的なんですね。これ姉妹都市ですが、パリとかボストンとかいろいろありますと。それから、結構最近でもやってますと。で、今京都が一生懸命やってるのは交流を、例えば会津若松市と相互交流とかですね、いろいろ新潟市とやってみたり、宮古サミット宣言とか、非常に京都が頑張っているということで、まあ、様々な分野ですね、坂本龍馬を、京都はですね、なんか大河ドラマがあるたびに新しいことやってるみたいなんですけども、まあ、そういったことも一つのヒントかなというふうに、まあ、非常に文化交流イベントでは京都ちょっとベンチマークかなというふうに思いました。あと国際会議の開催、これ2019年ですけども、仙台これからもうちょっとランクを上げていただければと。これもやっぱり東北大学の役割大きいのかなという、国際会議を呼んでくるということですね。まとめとして、これでまとめですけども、仙台として取り組むべきことは、やっぱり GDP3% を超えるためのベンチマークとして、私は佐賀県のシリコン素材、サムコ、それから外国企業投資を呼んでくると、それから強い製造業を支援するということをベースにですね、1から10の項目を挙げてみました。ぜひ、まあ、この中に東北大学でいっぱい出てきますけども、東北大学の役割が非常に大きいというふうに思っております。以上で私のお話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。藤原会長、ありがとうございました。いろいろ耳の痛い話も含めて、具体的な分析からご提案いただいて、非常にこの後ディスカッションしたい内容がたくさんありすぎますけれども、それは後に取っておきまして、次は郡市長の方からプレゼンをお願いしたいと思います。はいはい、少々お待ちください。それでお願いいたします。はい、分かりました。皆さんこんにちは。仙台市長の郡でございます。大変チャレンジングなタイトルですね。
覚悟しろよというふうに言われているような気がいたしましたけれども、今 の藤原先生 のプレゼンを聞かせていただきまして、そうです、本当です、これで私もやりたいと思ってるんですということが随分、先んじてお話しいただいたなと思って大変ありがたくも思ったところです。今日はですね、初めてこの定談会に参加させていただきました。日本の未来は仙台から、先端技術と文化による都市モデル作りということです。ご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。ディスカッションに先立ってのショートスピーチのコーナーをいただきました。ぜひですね、仙台市の取り組みについてお話をさせていただきたいと思っております。本日は仙台市外からもご視聴いただいている方々が多いというふうにお聞きしておりますので、ちょっと仙台というのはどういう町なのかをご紹介させていただきます。仙台市は宮城県のほぼ中央にございまして、伊達政宗公が居城を定めて以来夕飯の城下町として栄えてまいりました。平成元年に政令指定都市になったんですけれども、首都圏や国内の主要都市との良好なアクセスも相まって、周辺市町村を含めておよそ150万人の仙台都市圏を形成する、東北地方の中心都市として、発展を続けてまいりました。現在仙台の人口はおよそ109万人でございます。森の都と呼ばれる、豊かな自然環境でも知られておりますが、実はですね、真夏日や真冬日などの日数は政令指定都市の中では最も少ないんです。つまり暑すぎず寒すぎず、一年を通じて過ごしやすい町であるという、このこともぜひ、ご確認をいただきたいというふうに思います。また大学などの高等教育機関が多くあって、若くて優秀な学生が集まる町、学都としても知られています。それから学徒でも音楽の学という字を書く、全国から参加者の方々が集まって仙台の秋の風物詩にもなってますけれども、常禅寺ストリートジャズフェスティバル、あるいは3年ごとに開催されてます仙台国際音楽コンクールなどがありまして、学生の街学徒と並ぶ音楽の街学徒でもあります。仙台市では令和3年度からコロナ禍も踏まえながら、東日本大震災後の未来に向けたまちづくりの方向性を示す新たな仙台の基本計画をスタートさせました。で、このまちづくりの理念なんですけれども、ここに掲げました通り、挑戦を続ける新たな森の都へ、ザ・グリーネストシティ仙台を掲げています。さまざまな課題が複雑化して、また生活様式も急激に変化する難しい時代の中でありますけれども、仙台が将来にわたって魅力的な街であり続けるために、どんなふうに取り組んでいくか、それは仙台の持っている都市個性をさらに磨きをかけていくということ、そして市民の皆さんの知恵や技術などを掛け合わせて仙台の長所をさらに伸ばしていく、また一人一人が仙台のことを誇りに思っていただいて、世界も視野に挑戦を続け、森の都を新たなステージに押し上げていくという、こういうような気持ちをこのまちづくりの理念に込めたものでございます。で、ここからは仙台市が各エリアごとに進めているまちづくりの取り組みについて少しお話をさせてください。まずは仙台駅周辺でのまちづくりです。仙台駅周辺では仙台のメインストリートである青葉通りにおいて、将来的な広場化ということも視野に入れた社会実験を予定しております。2023年度には東北最大の私立の大学である東北学院大学のキャンパスが五ツ橋というところに移転してまいります。それからまた NTT の中央ビル、ヨドバシさんの第一ビルのオープンなど、震災以降に取り組んできた町への投資が一斉に花開いてまいります。で、この木を確実に捉えて、それぞれの場所の個性が魅力となって多くの人を引きつける町を目指して取り組みを進めてまいりたい。
欅並木が美しい常禅寺通りエリアについて、次にご紹介いたします。ここは今お話ししました青葉通りと並ぶ本市のメインストリートでございます。このまちづくりは市役所本庁舎、実は老朽化しておりまして建て替えるんですけれども、その建て替えや市民の憩いの場として親しまれている江東台公園の再整備、また常禅寺通りの活性化など、引き続きこのエリアを市民の皆さんが誇る仙台の庭とすべく、共に取り組みを進めていきたいと考えております。未来のイノベーションをリードしていく若い世代の皆さんたちにも選ばれることを意識して、積極的な未来への投資を続けてまいりたいと考えております。次に、震災による甚大な被害を受けた東部沿岸部エリアです。市民の皆様の手により豊かな緑の再生、それと新たなにぎわいの創出を進めてまいりました。防災集団移転跡地、お住まいに住まわれなくなった地域ですけれども、その地域の利活用も本格化しております。でこの間、観光農園やドッグランなどがオープンいたしましたけれども、この春には温泉施設とレストランなどの複合施設アクアイグニスさんがオープンすることになります。で私はですね、震災で大きな被害を受けたこのエリアのにぎわいというのが、ポスト復興はもちろんのこと、コロナ後に向けてチャレンジする転換期にあるというふうにも思っていて、そのことを示すエリアではないかというふうにも感じているところです。各エリアの持つ特性というのを磨き上げて、仙台ならではの魅力として国内外に発信し、都市間競争に打ち勝つべく、そして世界から選ばれる街、ザ・グリーネストシティ仙台の実現を目指していきたいと考えています。続いてはですね、青葉山エリアの街づくりでございます。少し文字が小さくなって見にくいかもしれません、お許しください。青葉山エリアは大変豊かな緑に包まれた場所でもあります。 ですけれども、仙台駅から地下鉄でわずか9分なんですね。抜群のアクセスとともに、およそ400年前に伊達政宗公が仙台の町を開き、仙台城を築いた歴史深い場所でもあります。現在このエリアでは、森の都のシンボルとなります青葉山公園の整備、それから青葉城跡の大手門の復元に向けた調査を進めているところです。さらにこの度、震災復興で私たちを支えた音楽の力を未来につなぐ音楽ホール、先ほど藤原先生が少し触れられましたけれども、音楽ホール、それとですね、合わせて震災の経験と教訓の継承発信の拠点となる中心部震災メモリアル拠点、これを複合施設としてこの広場に整備すること、これを目指すことを決定をしたところでございます。世界最高水準の次世代放射光施設の整備も進められていますし、東北大学とともに検討をしておりますスーパーシティ構想なども進むこのエリアです。歴史や文化や学術資源を生かした交流機能を高めて、本市を象徴するエリアとして今後さらなる機能強化に取り組んでいきたいと思います。続きまして、2023年来年開館予定の仙台緑祭館、これは完成した暁の図を書かせていただいておりますけれども、この仙台緑祭館という名称ですが、これまで受け継がれてきた森の都仙台の緑に、新たな彩りを加えて未来につないでいく施設になるようにという、こんな願いを込めたものでございます。花と緑に関する国内最大級のイベント、全国都市緑化仙台フェアの開催もちょうどこの仙台緑祭館の開館日と同日としておりまして、本市の交流人口拡大や地域活性化にもつながるものであります。仙台市では
すでに都市の、特区を使ってさまざまな取り組みをしているんですけれども、国家戦略特区でございます。その特区のメニューを生かしたまちづくりを進めておりますけれども、さらなる飛躍を目指さなくちゃいけないということで、東北大学さんと、本当に強力なタッグを組みまして、スーパーシティ型国家戦略特区への指定を受けるべく、仙台市東北大学スーパーシティ構想を内閣府に提案をいたしました。このスーパーシティ構想ですけれども、青葉山新キャンパスを中心に繰り広げる未来都市ショーケースのチャレンジでございます。で、1月にはこの構想を推進するための協議会を立ち上げたところでございます。で、今後はこの協議会での活動を中心に、東北大学や企業の皆様方などとの連携を深めて、先端的なサービスの提供の実現に向けて、取り組んでまいります。先ほどからも少しお話がありましたけれども、次世代放射光施設でございます。現在仙台市内の東北大学青葉山新キャンパスに建設が進められております世界最高水準の次世代放射光施設でございます。これも2023年度に完成予定でございます。本市においては、地場企業などの利用がさらに進むように普及啓発に努めているほか、研究開発施設や関連企業の誘致活動にも取り組んでおります。これらの取り組みを通じまして、仙台東北の産業におけるイノベーションや付加価値額の創出につなげて、地域経済への波及効果というのを最大限に生み出していきたいと考えております。次は G7 の関係閣僚会合の誘致です。現在本市の世界的な知名度の向上をいろいろ取り組んでいるんですけれども、また地域経済の波及効果も大きいということで期待される、G7 の関係閣僚会合、これを誘致するということで手を挙げました。これも2023年です。ですから2023年というのは大きなイベントなり何なりがたくさん重なる年でもあるわけなんですけれども、来年です。はい。本市での開催は復興の歩みについて、ご覧いただきますとともにですね、全世界からいただきました復興へ応援していただいた皆様方への感謝の気持ちを発信する絶好の機会にもなるわけです。誘致推進協議会を組織いたしまして、地域一体となって、この誘致の実現を目指してまいります。先ほど野口先生、そして藤原先生からも市内の GDP 向上のご提案もいただきました。10年間の推移ではですね、東日本大震災の前の2010年には4兆円台だったんですけれども、市内の総生産額ですけれども、これが復興事業に支えられた側面もあったかと思いますが、5兆円の大台を超えました。しかしその後も今もなおその規模を維持しているですね。で、今後もこれを保っていくためには、先ほど来お話があったように、やはり東北大学さんとの連携をさらに強化する、東北大学を活用させていただくということが何よりも早道なんじゃないかというふうに考えているところでございまして、そのためにもですね、 G7 の誘致スーパーシティ構想を進めて、ぜひ大学の力も借りながらやっていきたいというふうに思っているところです。青木先生や菅原先生もですね、仙台の未来についてこれからいろいろとご議論を深めることができればというふうに思っております。仙台のこれからの未来について、大変の大きな力を持っている知恵袋の方々ですので、ぜひまたよろしく叱咤激励いただきながら引っ張ってくださいますようにお願い申し上げて、私のプレゼンテーションを終えたいと思います。ありがとうございました。
郡市長ありがとうございました、仙台の魅力をたっぷりご紹介いただき、仙台に暮らしていてもあそんなこともあったのかって知らない側面もあったりして、ますますこう魅力的な街なのかなと思いました。ありがとうございます。それで、藤原先生からも郡市長からもなんかプレッシャーを与えられたかもしれませんけれども、東北大学の、青木理事のプレゼンをお願いしたいと思います。はい、青木でございます。どうぞよろしくお願いします。大変なんか結局かなりプレッシャーがかかってるんですけど、藤原先生は私、まず野口先生は私の恩師のような実際に情報理論を学びましてですねということなんですが、藤原先生も本当に最近メンターのようにもう月2回ぐらいいろいろご相談に乗っていただいてる。で郡さんはですね、郡市長テクノロジーが僕はなんかいろいろ弱いのかななんて初めずっと思ってたんですけど、スーパーシティご一緒したら、大変ノリが良くてですねもうそういう意味である意味やはり市長になる方ってのはやっぱり持ってるなっていう感じのことをちょっと最近感じておる次第でございます。で仙台以外の方もおられるということで、ちょっと今日は少し仙台のその東北大学の紹介も含めて、まちづくりにどのように貢献できるのかというタイトルでお話をしたいというふうに思います。東北大学の理事の青木と申します。で東北大学ですね、実は今、なんか皆さん理科系の大学だと思ってる人が多いんですけど、違うんだっていうか最近もすごく言ってまして、総合大学でございまして115年の歴史を持っております。で我々、115年なんですが、実は法文学部というものができまして、初め理科大学とか農科大学専攻したんですけども、その後、医科とか工学とか動きまして、それで最後にというわけではないんですが、1922年に法文学部が設置されて、ここがですね非常に我々喜びまして、というのは総合大学になったんですね。でやはり総合性ではなければいけないというのは、やはり初代総長からのずっと念願でございまして、今はもうやっぱりそういうところが我々の強みということで、総合大学となって100周年ということでございます。それは時間を計っておかないと何が起きるか分かりません。時間をかけ、はい、それで、そういうことでございます。でこれ本学の場合、教育研究社会との連携というファンクションがあるわけですが、3つの理念がございまして、これが非常によく考えてございます。先人がしっかり、地に足をつけて考えていた。研究大学っていうものがあまりない時代に研究大学を標榜していまして、これが研究第一主義といいます。研究と教育が両輪だと。で2番目、門戸開放って言うんですけど、これもよく知らない人が多いんですけども、女子大学生の発祥の地は東北大学なんですね。初めて女子に対して、開きました、門戸、教育の門戸を社会に開いた。それから専門学校、師範学校っていうのは、まだ認められてなかった時代に帝大への門戸を開いています。それから老人先生など有名ですが、留学生にも開いたと。徹底的にこう開放して優秀な人材を取ったと。それからもう一点は、これはよく本田幸太郎総長のお話が出てきますが、産業は学問の道場なりということで、実学尊重ということなんですが、我々理系だけではなくて、やはり震災の時は歴史に学んで、その災害の防災を考えていく、あるいはその臨床宗教という考え方ですね、こういったところもございまして、社会価値を総合大学として創造していくんだ、そういったことが実学尊重。でこれをですね、3つの概念で好循環を図るというのが現在のいわゆる経営の柱になっております。で経営はここにございます、写真がありますけど、大野秀夫総長が2018年からになっておられると、私もお手伝いしているということです。東北大学は人材の方向と書いていますが、実は私10年以上経営にタッチしているんですけども、今キャンパス歩いていても、驚くほどたくさんの研究、いろんなことやってまして、こういうことをやってる、つい数年前に驚いたのは、
アンモニア燃焼をしている先生がいるっていうので小林先生ですけども言ったけど、でアンモニア、なるほど燃えるんですかとかいう、そういうのがちょっと驚きがあります。そういうのが日々あるということで、獣学部ございます。文系が文教法系ございます。ここの同窓生ものすごく力が強いですね。でその他大学院が15もあるんですね。これは強い分野に大学院を作った結果15ございます。例えば医工学といいまして、医学と工学の接点に大学院がある大学というのはほとんどありません。日本には例がないです。ほとんど医工学という大学院がございます。で研究所大学と言われただけあるんですけども、研究所が力が強い。で学生数1万8000弱で、留学生が今日のテーマになるかもしれませんけども2000名おるということでございます。森の都、郡さん の綺麗なスライド、私上空からの、このようにですね、東北大学のキャンパスはこのピンク色のところ大体3局ございます。で右の方が古いんですね。右って言いますか、東が古くて、西の方に西部開拓していったという状況でございます。一番西の青葉山新キャンパスが東京ドーム17個分あります。ここが我々のフロンティアでして、新しい、産学社会課題解決型のキャンパスを作っていると。で地下鉄東西線、あんまり言うとあれですけど、僕らは市長が我々のために作ってくれたんだって言ってるぐらいの感じなんですけど、ちょっと言い過ぎですけども、そういったようにキャンパスがですね、しっかり9分で一番遠いところもつながるということになっています。見ていただくように、これもうご説明あったんでやめたいと思いますが、何が言いたいかというと、ダウンタウンの街にしっかりインテグレートされたそのキャンパスであると。だから市民と共に歩んできた。ちなみにこの清涼地区のキャンパスはですね、上にございますが、これは今すごく活躍していまして、医学部ですね、これ大学病院が、県市とともにその大規模接種センターを開設しています。なんと52万件接種を行っています。2回目までですね、今3回目も入りますけれども、52万件ですよね。100万都市で52万件という、そういうやはり他の国立大学ではありえないほどの大きなものを作って貢献をしている。ですからぜひとも、病院も非常に頑張ってますし、ということです。で右下の片平キャンパスは歴史の今日文化というのでちょっと持ってきたんですけど、片平はですね、もう市民がもう壁がないので、ほぼもうどんどんお越しになって、犬の散歩から、幼稚園の何て言うんですか、お遊びとか、あるいはもう本当に通勤とか、ものすごいたくさんの方がお越しになっていますが、登録有形文化財計13あります。これは旧制2項もありましたので、極めて歴史が深いところで、景観大賞をいただいております。こういう大学です。さて郡さんおっしゃっていた、あるいは藤原先生もおっしゃっていましたが、野口先生のようにも入ってたんですけど、キャンパスの創造ということなので、これは非常に力を入れてまして、歴代の例えば西澤純一総長の時代から、こういった計画をずっと作っていて、東北大学がやってきたということでございます。次世代放射光とかサイエンスパークというのもその一環で1ページにございます。先ほどのですね、左端のところにフロンティアだということで、東京ドーム17個分の新青葉山キャンパス、地下鉄で降り立ちますとこんな感じになってまして、ここの駅を出て右を向くとですね、もうなんか日本じゃないようなこういうキャンパスになっています。奥が農学部でございます。でぜひこれ市民の方は全く壁がございませんので、ご覧いただけます。右側に食堂もいっぱいありまして、ぜひご賞味いただければいいんじゃないかと思いますが、この左奥の方を見ますと、実は元ゴルフ場のヒルトップにこんな感じですね、坂の上の雲という感じですけど、我々上層基調で行くと。で国際コンジュールがございまして、 8LDK リビングダイニング共通で8人の、留学生と日本人混住するという、これはほとんど他に例もないような大きな施設がございます。この丘の左方向に行くと放射光があるということですね。
こういう場になっています。これ上空写真で、つい最近の上空写真ですが、地下鉄青葉山駅を降りて、右を見ましたっていうのがこっち側で今見てたやつですね。で、丘の上っていうのはこの昆虫寮、その奥にサイエンスパーク、それからサイエンスパークっていうのは、まあ、ちょっと後で申し上げますね、そういうあの企業にお越しいただくスペース、また放射光、これリアルな放射光施設になります。まあ、これ音がちょっと出さないようにしているはずなんですけど、あの放射光って何かというと、あの電子をですね、ここの直線で加速してぐる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 回して曲げていくと光が出るんです。光をこうやってこう何本か取り出して、その取り出した先で実験をする。いや、光を当ててですね、これがすごい光だということで、ちょっとこういう感じですね。こういうところに電子を注入して、ここにシンクロトロンございまして、回って、その間にこうやって光が出る、光がこういうところにあって、ここに実験のベンチがございまして、10本をこうやって動かしていくということです。これはあの電子をまあ、あのアンジュレーターといいますか、から光を取り出すというところでございます。こういうような施設になっている。これはあの日本で、まあ、南エクセン領域で最高軌道、世界的にも極めてほぼ最高軌道のものができるということで、これ何に使うんですか、光ですから、光で照らせるものは何でも見えるんですね。だから半導体の中をエクセンなんで通っていくと、それあるいは電池の触媒というものがあります、化学反応、あるいは材料磁石、あるいはあのこの脳の中、あの 医療の関係とかですね、あるいは環境の微生物の分解、あるいは食品、畜産、農業、漁業、まあ、こういった、これはさくらんぼなんですけど、さくらんぼの味ってやっぱり細胞とかで決まってますよね。なんか微細構造、非常に食感大事だったり、あるいは栄養があったりということで、こういうところをしっかり見れるということです。産業分野としては非常に広いですね。これつい最近2日かな、私のカメラで撮ってきた、こんな感じになってます。なんかあのビームラインが今ここで、今ビームラインのいろんな実験施設を置く施設をちょっと今あの工事をやってますよ。こんな感じですね、体育館みたいですけど、ここでビームラインを作って、実験を行う。で、こういう逆方向から見まして、こっち側が、左上がこうダウンタウンになってますが、山の方から見るとこうなっていまして、放射光がこう手前にサイエンスパーク4万平米あると、ここにですね、建物をすでに1棟2棟計画していますが、そこでインダストリーオンキャンパスということで、産業界100社以上の方々、これを利用する100社以上、実はこの、 あの放射光施設でですね、地域では統計連、県、市、大学がお金等を出し合って、いろんなものを出し合ってます。それから産業界から投資、それらで半額賄ってるんですよね。で、税金だけじゃないんです、そういうもので賄っているということで、そういう今までにない取り組みになって、で、そこにお越しになる産業界の方もすでに100社以上おられますんで、そういった方との競争空間をサイエンスパークという。あの、私はこれ、あの野口先生、あのあれですね、あ、時間があんまり伸びるとあれですね、はい、巻きましょうか。あの野口先生がですね、情報分野、あのパイオニアですし、あの藤原先生もその分野なんですけど、我々情報系の人間から見て、この装置はですね、こんな風に見える、これデータが凄まじく出てくるんですよ。あのもう口で言い表せないので、まあ、毎年60ペタバイトデータ、実はデータを企業100社がもらってもしょうがないんですよね。データでどんな結果が出たんですかということを、分析結果が欲しいわけです。だからその分析を受託する会社とか、あのを作る、あるいはその受託したらそれで測ってしまって、それを測った後にデータを可視化といいますか、見えるようにして、そこからいろんなことを発見するためのデータ分析会社を作る。そのデータ分析はスタートアップかもしれませんが、スタートアップがこの例えば農作物とかいろんな分野ごとに必要になってまいります。そういうのがどんどん、そういうものを作っていく、しかもあのこの施設を貸し出すための会社もいますよね。マネジメントする会社もいるし、あるいはスタートアップ作るならベンチャーキャピタルもいると、いろんなものをエコシステムで揃えていくというのが今の計画になっております。そういうのが一つの成長戦略。同じようなことは実は先ほど藤原さんからも出ましたけれども、我々のライフサイエンス分野でも起きています。
これは日本最大の健康な人のバイオバンクというのがありまして、これは地域の住民の皆さんにご協力いただいて、その健康診断、すごい健康診断、人間ドックの中に分析を入れてるんです。血液ゲノム、あるいはどんな、その例えば脳の画像ですとか、歯科、眼科、そういうのが入っています。そういうもので分析をするということを15万人もやっている例というのは日本にはございません。でここに今創薬企業だとかいろんな企業さんお越しになって、産学連携が非常に進んでいる、いろんな発見がすでにあります。で、お返しして病気が発見された方ももちろん地域におられますし、そういう貢献だけではなくて新しい薬を作る、そういう病気の難病を治す、そういうところが今非常に進んでいる。でこれをですね、実はこれも30ペタバイト、またペタって何出てきましたけど、むちゃくちゃ多いデータ量のデータセンターがあって、そこでデータ分析によって健康を予測する、まあ、こういったところをやって、一人一人違うんですね、ゲノムとか体の状況、あるいは後天的にどんなタバコを吸ってた人がいるかもしれないし、そういうのをデータで分析するとすごく精密に予測ができる、そういったところに今研究なり開発が向いていると。これは藤原先生のジャンルですけども、ベンチャー創出ということで、2020年が我々加速ということでスタートアップユニバーシティ宣言というのをしています。実はこれ僕らがこれ始めたのは2000、まあ、ファンド持った2015年ぐらいです。本格化したのは2017なのでまだ5年ぐらいしか歴史ないんですが、これは東大ですとか、まあ、特に首都圏非常に早く動いてますけども、我々のところに来たのはやはり5年前ぐらいから本格化している。でそれが加速しています。東北大学の子会社のベンチャーキャピタルといいますが、お金を出すところが東北大学ベンチャーパートナーズというのがありまして、現在30社作っています。でそれと同時に学生がですね、むちゃくちゃ元気で、アントレプレナーの拠点、この間総長と行きましたけども、青葉山に新しい拠点もう一個作りまして、今こういった感じで OB も集まってます。 OB、OG も集まってます。ちょっとジェンダーバランス悪いかもしれませんけど、女性の起業家も結構おられますね、こういった格好になっていると。で、東北大学150社弱企業ができていますが、実は時価総額ランキング上位20社に2社入ってます。1社はユニコーンですね、クリーンプラネットさん、それからアイスペース2社入ってます。それから IPO も最近3社出てきて、これは去年、もう去年中心に3社出てる、どんどん行きたいというふうに考えています。これ見てください、これ30社、これはですね、我々がVC を2015年立ち上げてからお金を入れたものなので、それでもこの程度出てきていまして、3社が IPO、これは創薬関係が多いですね。それから先ほど市長がグリーン、ザ・グリーネストシティ仙台とおっしゃってました。それから藤原先生がグリーンだとおっしゃってたのでちょっと印をつけたんですけど、グリーンの関係、この葉っぱマークですね、こんなにあるんですよね。やっぱり東北大学材料が多いので、材料科学でグリーンのところが、グリーン系の技術が多いということです。今非常に加速していますということです。ちょっと大体終わりにしたいと思うんですが、要はですね、今このように大学というとさっきの研究と教育、高等教育だったんですね。ところが最近は社会との連携、特に震災以降社会とどんどん連携していくんだということで、進んできておりまして、課題解決のプラットフォームを大学に作る、そういった考え方になってきています。そこには我々だけじゃなくて、いろんな、例えば藤原先生にも参与になっていただいて本当にありがとうございます。やはりそういう有力なアドバイザーのもとに新しいことをどんどん進めていく、それから先ほどのベンチャースタートアップじゃございませんけれども、ああいうところにもいろんな方、金融機関も含めて入っていただくということで、機能拡張をどんどんしていきたいと思っています。でこれによってやはり大きく、ちょっとこれ成長って言葉は社会の成長難しいんですけれども、知識集約型社会になってますから、大学は当然成長していく、それによって社会課題を解決していくという考え方になります。資金の面はあまり、ちょっと今日はあまり文化のあれがあったので言いたくないんですけども、野口先生が宿題いただいたので、実は東北大学今 3% 年率成長する計画を立てています。鍵はですね、
大学は国立ですと、財源の内部留保ができないとか、あるいは出資対象が限られるですとか、大学債を発行した時の使途が限られる、あるいは大学の再編成をやりたい、組織を変えようとしたら、設置審ですごい時間かかるとか、こんなのが多いんですね。これの規制緩和を非常に強く求めていまして、これによって、おそらく年率 3% ですと、大体23年も経ちますと2倍になります。で、我々今1400億程度ですから、今日ですから、その2倍にはなるんじゃないかというふうに思っています。ただ、これ、大学のなんか規模を大きくしたいっていうんじゃなくて、先ほど申し上げましたように、やはり社会と社会課題を解決していくような存在になっていくと、自然にそういうふうになるのではないか、これはあくまでその結果としてそういうふうになってくるんではないかというふうに考えています。ぜひ市民の皆さんに参加いただきたいと言って、そうですね、これちょっと今日言う時間がもうなくなったんですけど、すみません、これはですね、要は、ちょっと後で申し上げましょうか、これはね、これはいろいろな思いがありまして、やはり社会課題っていったとき、われわれのサイエンスと、それからやっぱり市民の社会課題ってかなり遠い部分がまだあるよねということで、それをですね、つなげていくような仕組みが作りたいということで、市にご相談差し上げている案件でございます。スーパーシティもそういう考え方で、捉えております。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、青木先生ありがとうございました。皆様さすが優等生で野口先生の宿題をしっかりと考えたプレゼンテーションになっていて素晴らしいなと思いましたけれども、ここから少し意見交換を、していただきたいと思います。でまず最初のお題は、そんなに時間がないのでテーマ2つぐらいになると思いますけれども、1つ目はもう、野口先生からの、宿題でありましたこの経済の観点について、それぞれプレゼンテーションの中でもお話していただきましたので、それについてちょっと相互に意見交換していただいて、野口先生から単位認定があるのかどうか最後にお伺いしたいと思います。ダメだって言われるかで藤原先生の方からは、一番最後のこれは出しても大丈夫ですかね、一番最後のところにまとめで10個の子ですね、ご提案というかテーマはこういうことが必要なんではないかというふうにお出しいただきまして、これが今日の登壇者を意識してのことかしていないでこうなったのかは置いておいて、東北大学に対してのご提案と、それから自治体ですね、仙台市に対してのご提案というふうに受け取れると思いますけれども、藤原先生から何かここでコメント追加とかございますか。そうですね、経済の観点ということで、具体的にこの10項目くらいあるのかなということなんですけども、もう少しちょっと視点を変えてですね、野口先生のその宿題に答えるに一体具体的に何するのというお話では、ちょっと3つほどね、具体策をちょっと提案したいのは、3つの移住というやつなんですよ。仙台市に3つの移住をしましょうと。で1つはですね、従業員の移住なんですけど、リモート、どっかの社員が、実はうちの会社は今もう住居場所を撤廃しましてね、本社は東京にあるんですけれども、従業員はどこにいてもいいというふうにしましたので、例えば東北大学出た人、やっぱり首都圏の大学、企業に就職される方が、野口先生、最初9割ぐらいじゃないかとおっしゃってましたけど、とにかく仙台から出ていっちゃうというのを止めておく一つの方法でもあるし、また仙台の首都圏にいる人を、仙台って住みやすいですよという市長のお話もありましたけども、真夏日と真冬日が少ない、そうだった非常に住みやすい街、魅力的な街ですよと、ただ問題は、働く場所がやはりちょっと限られていて、有力企業がやっぱり首都圏に多いということですので、従業員が仙台に移住してくる仕組みを企業と一緒になって作るというのが一つですね。二つ目はですね、午前中もお話したんですけど、デラウェアという州があります、アメリカのね。これは本社機能が
デラウェアに登記されてるわけですよね。非常に有力なアメリカの企業はですね、仙台ってそれやればいいんじゃないのと、本社機能を移住するという。でこれあのテクニカルな話なんですけども、何を持ってくれば本社、これやっぱり仙台市さんのですね、なんか政策が結構効くと思うんですね。本社を機能を持ってくるような、インセンティブがどこにあるのかということです。だから本社機能の移住というのが2つ目です。で3つ目はですね、高度な知的、拠点と研究開発とか工場とかですねを移動してくると。で例えば分野的に言うと、やはりロボットとか半導体とか医療機器とか創薬とかですね、こういった高度な知的産業、あの忍野村という村が山梨県にあって、私は昔驚いたのはファナックという会社がですね、山梨県の忍野村に全部移転したんですね。で、それで今あれで本当人逃げないのかな、結構逃げずにですね、あの富士山がよく見えていい環境だということで、ファナックという会社は忍野村で発展した。非常に賭けだったらしいんですけども、こんなことができるんじゃないかなと。R&D、 それはやっぱり東北大学が魅力だからなんですけども、さっきの放射光もあるから、まあ、そういった意味で高度な知的拠点、 R&D と製造拠点を移住させると、まあ、この3つぐらいやるとですね、1500億いくんじゃないかなというのが私の案でございます。はい、以上です。はい、具体的に3つの移住というまた新しいテーマをいただきました。どうですかね、じゃあまず東北大学の立場で今のお話のなんか現実性とかありますか？はい、なんかすごいシナリオのないディスクションなんですけど、そうだったのかっておっしゃる通りですね。そうですね、本当に藤原先生おっしゃる通りだと私は思います。でそういう中で、なぜそれがなんで仙台に来るのかってい こう理由がいるわけですよね。それはまず市長にいろいろと環境整備をお願いしたいのはもちろんですけども、大学としては一つはハードの魅力というのは、ちょっとハードって言い過ぎれば、つまりビッグサイエンス、すごいサイエンスがある。さっき申し上げた放射光だけじゃなくて、メディカルメガバンク機構も含めて、あれは実は今日言ってませんけど、大野総長の分野半導体、これもすごいんですね。大きな半導体の企業さんから寄付をいただいて大きな施設を動かしています。そういう、まあ、ある種ビッグ、まあ、優れたサイエンスが、まあ、理由になるというのは第一点。それは そういうことがある。実は大学としてはもう一点ありまして、ソフトのがあるんじゃないかと。そこは人材の力なんですね。それは十分発揮できてないと私は思ってまして、スタートアップの動きをしたのが5年前ぐらいからだというふうに、指定国立大学法人に認定される頃に、これうちちゃんとやんなきゃいけないんじゃないかと気づきまして、そこからスタートしてるんですよね。だから最近なんです。だからここから伸びてくるんです。 IPO も増えてますから。そうするとやはり学生、高度人材、留学生も含めて、そういった人たちが、まあ、活躍、在学中から動くみたいなですね、そういうのをどんどんやっていく、そういう場を作っていくということは、これまでそれまでそこまでやってなかったので、そういう魅力が一つあるか、両方あるんではないか。あとちょっともう一個言うと、やはり実は仙台市さんから IIS 研究センターの資金いただいてまして、実はそういう、まあ、能力の高い人たち、ソフトウェアを作ったりする人、そういう人たちを例えばですね、気仙沼にの漁業関係ですね、復興の地に連れて行きまして、そこで魚市場の選別機を作ったりしてるんですよ、そこは。だからそういうような、やはりそういう高度人材の力を波及させるって、まあ、3つぐらいテーマとしてあるのかなというふうに思ってます。仙台はそういう役割を担うべきなんだろうなというふうに感じています。私からビッグサイエンス、ハード的なもの、それから人というところは十分活用できていない。なぜかというと、卒業したらどんどん出てっちゃうわけですね。それをしっかりとやはりここで新しい面白い仕事ができるようにしたいということ、それから仙台の力を発揮させたいということ、この3点でしょうかね。はい、はい、
移住に関してですね、郡市長にも仙台さんは、企業誘致なども相当力を入れて前から取り組んでいらっしゃると思いますけれども、先ほどの藤原先生のご提案で何かコメントございますでしょうか。はい、藤原先生から3つの移住ということでお話しありました。まず従業員さんの、確かにこのコロナはですね、どこで仕事でも可能だというような、そういう何でしょうか、認識も深まってきているということもあるんだろうというふうに思います。そういう意味では大変好機であろうというふうに思います。UIJ ターン含めてですね、戻ってこられる方ぜひというふうな形でいろいろとお話、今取り組みも進めているところです。それからあとはですね、本社機能の誘致移転ということでした。これはとても大きなことだと思っておりまして、私もですね、トップセールスにいろいろと回って歩かなくちゃいけないというふうに今年はですね、頑張るぞという気持ちをさらに大きくしているところです。それと先ほど野口先生からも、若い人たちが出ていくんだというふうな課題もお話しいただきました。なので仕事をする場所を作っていくということと合わせてですね、仙台の良さ、実は学生さんで仙台にいて仕事で関東方面、東京で、しばらく仕事をしたけれども、ああちょっと通勤するのもしんどいなですとか、いろんなことを思っておられる方々がいらっしゃるかもしれないんですが、そういう皆さんたちをしっかり受け止めるということが必要なんだろうと思っておりまして、仙台の良さを知っているその学生時代に過ごした皆さんたちをどうやってまた戻ってきてもらうか、あるいは支店経済の町仙台と言われてますけれども、支店で仙台でしばらく住まわれたことがある方も全国各地に散らばっておられます。でそういう方々に仙台のサポーターになっていただいてですね、またぜひ仙台に住まうということを考えていただくということなどなど、いろいろとこの3つの移住については絡めてですね取り組んでいかなくちゃいけないなというふうに改めて認識をいたしました。企業誘致は本市といたしましては、さまざまな優遇制度も持っておりますので、ぜひこれは経済局になりますけれども、ご相談いただきたいというふうに思います。こんなところでしょうか。いかがでしょうか、藤原先生。はい、あと私仙台魅力的だなと思うのは、推しの村ね、ファナクさんが移住したよりも都会なんですよね。やっぱりね、首都圏の人あまりにも自然環境が良すぎるとこ、というのはやっぱ不便だったり、教育の問題とかあると思いますので、学校小中高、というので仙台ってちょうどいい町かなという、首都圏から移住するにはですね、そんなふうに思うんですけども。ありがとうございます。はい、放射光もね、スプリング8っていう、私もよく伺うんですけども、結構遠いんですよ。遠いです。ちょっとすごく遠いです。兵庫行かれたことある、はい、むちゃくちゃ僕は個人的に好きで、よくあれですけど、実はあそこと比べるとやはり地下鉄を作っていただいたんで、そうするとこう90分で首都圏からは仙台に来て、そこから9分でも上がりますので、そういう意味で言うと非常に利便性が高いんですね。仙台全体がそういう環境なのかなというふうに思います。どちらかというとスプリング8は学術研究の分野でものすごい活用されてますけれども、この度仙台に整備をされる次世代放射光施設というのは、産業に大きく寄与するビームであろうというふうに思っておりまして、はい、これは多くの企業の皆様方に参加をいただく絶好の何でしょう、機会になるだろうというふうに思ってます。私も実は私も営業に行ってますよく。ありがとうございます。そうすると仙台っていうのはやはりこう魅力あるよっていうことでいろんなことを申し上げるので、先ほどの藤原先生のペーパーが非常にちょっと非常にありがとう、正月を潰して調べていただいたと伺っております。はい、ありがとうございます。ここら辺の話は尽きないところでございますけれども、野口先生の今後3から5年間で 3% GDP 増加、金額ベースで1500億円、はい、1500億円というターゲットの山に登るわけですよ。そうね、具体的にさ、来年とは一体何するのと、具体的に、
そんな話をしてほしいわけ、はい、可能性だけでもいいです。1500の山を登るのに来年はこういう具体的なプロジェクトで山を登り始めますよと、そのために我々はどれだけの用意をして頑張ろうと、まあ、いう話がねぜひ欲しいんですけどね、はい。まあ、今日のお話の中にもたくさんその種が入っていたように、はい、やる話じゃない、可能性いっぱいあるのは分かった、うん、だけどそれ実際にインプリメンテーションしなきゃ意味ないんですよ、僕から見たら。それ一体誰がねどういうふうにやるかということをねやっぱりやらなきゃ実行はならないさ。例えばさっき藤原さんが言われたように本社機能を移す、これにはそれなりのね舞台を作んなきゃダメなんです、僕から見ると。トップセールスをするね、もちろん市長に立ってもらうのは非常に大事なんだけど、それ以上にまさにテクノロジーを含めたかなり総合的なね攻めるねセールスマングループを作んなきゃダメや、そういう話が必要なんですよ。天から降ってきませんから、いくら宣伝のいい話をしてもすごく簡単には機能を本社機能を移さない、うん、本社機能を移せばね宣伝費の税収上がりますからね。そうなんです。もう一つやはりね研究開発機関をねリアルにここに作っていかダメなんですよ。その中にやはり若い人を入れるというね、まあ、リモートも非常に大事なんだけれど、まさに先端的な研究開発センターが仙台にあると、で東北大学とコラボレートしてやっていくんだという仕掛けをね具体的に作る話をしなきゃダメ、僕から見ると。まあ、そういうことをねぜひ今日はまあスタートですからぜひね考え、まあはい、来年もしやった時にその時のね曲を見てねタイムを出すかとか決めます。まあ、今日はたくさんの可能性を提示していただき、どこから手をつけるのかこの後具体的に、具体的なプログラムを作ってください、はい、今日の時点で単位はどれ認定できますでしょうか。だからまだ序の口だから分からない。来年ですよこれ、今日はだからそのスタートアップですからね。保留ということでよろしいんでしょうか。今の野口先生のご発言に何かコメントある方いらっしゃいますか。いや本社機能だから昨日喋ってて、うん、うちの会社も考えるかなっていうようなことを思った次第素晴らしいです、ね、だから一緒に来ないとか言って、ね、衝撃的な発言。じゃあ多分ですね、今、仙台市内 の, オフィス有価というのがこれまた大きな実は課題になってるんですね。今の時代にフィットするようなそういうようなビルディングっていうのがまだまだ足りないわけです、うん、なもんですから中心市街地でですねビルの建て替えもこれまた、うん、加速していかなくちゃいけないんじゃないかと思ってます。そういう意味ではNTT さん の, ビルが作られることになってますが、完成するのが間近ですけれども、ここが稼働していくといろんなスタートアップ企業の皆さんたちも入ってくださるんじゃないだろうかというふうな期待はしているところですけれども、もっと頑張らなきゃいけないですね。そうですね、はい、やっぱりお願いしたいのはね、トップセールスマンのね力のあるグループを作るんですよ、うんうん、はい、全国ね、あるいは場合によっては外国に行って宣伝を徹底的にね PR してお金と人を持ってくるような仕掛けをねぜひ作ってほしいんですよ。でそれはねかなりプロの集団になりますから、つまり一般の我々が考えている人材ではできないかもしれない、うん、それに対してね優秀な、要するにトップセールスをやる人材を要するに我々が集めて、で世界に向けてねセールスやっていくと、仙台市のその時はやっぱりね一人当たりの年俸もね3000万4000万くらい言わたないで来ないと。はい、野口先生からまた次の宿題が出たと思いますのでぜひ仙台市と東北大学と、まあ、藤原先生にまでご協力をいただきつつまたご検討いただければと思います。ありがとうございます、ね、もう一つディスカッションさせていただきたいなと思ってましたのは、仙台市と東北大学でスーパーシティ構想を打ち出していらっしゃいまして、まあ、青木理事と藤原会長はその構想を引っ張るアーキテクトとして関わっていらっしゃいます、協議会を1月に立ち上げて会長が郡市長ということになっておりまして、3人揃っておりますのでちょっとスーパーシティの観点から、今日のテーマ先端技術と文化という2つのテーマをどうやってこう両輪で動かしていくかということも副題になっておりますので、そこら辺のお話を少し意見交換できるといいかなと思っております。で文化の視点からのですねスーパーシティ、
スーパーシティというとどうしても先端技術のようなこうイメージが強くて、あの市民の方からも自分たちと遠いんじゃないかなんていうようなご意見もいただいたりしていますけれども、文化の視点からのスーパーシティのようなものについて少しご発言いただければなと思います。あの欧米ですと、テクノロジーのスマートシティから今は人間中心のスマートシティへとトレンドが移っているということもありましたので、どうでしょう、文化の視点なので郡市長の方から仙台市の文化、先ほどお話しいただきましたけれども、少しスマートシティスーパーシティと絡めて何かご説明いただけることがありますでしょうか。あの今回東北大学さんとあの強力なタッグを組んで進めさせていただいているあのスーパーシティ構想は、そもそもあの人がですね、テクノロジーのあの利便性を手にして、そして幸福を手にするという人が中心になるものだというふうに理解をしております。あのスーパーシティの根幹のところはやはりあの人を据えていくべきだというふうに思っていて、さまざまなメニューをあの構築をさせていただいたというのがあの一つございました。そもそも震災でですね、大きなあの被害を受けましたけれども、命とか暮らしを守っていくためにあのどのようにテクノロジーがあの貢献できるのかということが大きなまず一つ力になっていると思うんです。例えば今あの、これもあのドローンなどをあの無人で、運航できるようにして、例えばあの津波のところではですね、津波が来るという注意報を告知し、現場の様子をあのモニターできるような、そういうような実証実験もあの取り組んでまいりましたし、これからあの実装に向けて取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますし、何よりもあの震災の復興を支えてくれたあの力になったあの音楽ですとか、それこそいろいろな文化っていうんでしょうか、仙台市民が持っているアイデンティティっていうんでしょうか、こういうものをさらに強化していくということも、これあのすごいレジリエンスにつながっていくというふうに考えていてですね、ちょっとスーパーシティとはあの少し離れるかもしれませんけれども、まさにあの音楽ホールと震災メモリアル拠点をあの青葉山エリアに作っていくということを決断させていただきました。このことは今私が申し上げたそんなようなところの思いも込めたものでして、これがあの学術拠点である東北大学さんのすぐそばであり、そして伊達政宗公が仙台の町を開いたあの歴史的な場所であり、そしてまたあの芸術 の拠点となるような美術館があったり博物館があったりというようなところですので、ここもあの交流的なあの面だけでなくって、学術面でもあの、文化面でもさまざまなあの波及効果が生まれるんじゃないかなと思っております。これがスーパーシティの方にもあの寄与していけばいいなというふうにも思うところです。はい、ありがとうございます。あの文化のお話から今度ちょっと先端技術の方で、先端技術というと東北大学になりますけれども、震災の時に今郡市長からもお話があったように先端技術がたくさん役に立った事例もございますし、青木理事もご本人が身元確認にご自身の技術を使われたりされていましたけれども、先端技術っていうのはその冷たいだけではなくていろんな市民に役立ちますよっていうような観点も含めて、ちょっとスーパーシティでどんなことをお考えかをお話しいただけますでしょうか。あの本当にいやその通りで、あの震災の時私自身はあのその亡くなった方のご遺体がこれどなたなのかっていうのが分からなかったので、それをお口の中の歯の情報をこうデータにして、歯科医師会の皆さんと一緒に、それであの検索をしたりですね、そうするとあこれはこの方かってすぐ分かることもあったということで、そういうあのその時はやはりデータの大事さ、さっきデータの話ばっかりして恐縮だったんですけど、やはりそういう技術の展開が我々の生活に、あの時はエクストリームな状況でしたけどね、そういうことは非常に密接にこう絡んでるなというふうに感じました。あの震災の時にやっぱりあの仙台市民の皆さんは非常にあの実はあの気づいてないかもしれないんですけど、あの我々アカデミアから見るとですね、あのアカデミアの研究技術とその科学とですね、ある種あの、
科学って言ってもその人文社会科学も含めて科学と、それからの社会課題ってすごく遠いんですよね、2つあるんですけど、普通ものすごく遠いんですけども、仙台はですね結構やっぱりそこが近づいてるというのは、例えばあの防災っていう言葉って世界用語になりましたよね、ワールド防災フォーラムって防災って日本は、でやはりそれあの仙台に あの震災以降にそういうふうになってきたということもあったり、あるいはの地域医療があの、まあ、地域に、まあ、いろいろ医師があの派遣したりいろんなことやって、東北大学も地域医療に貢献しているうちに、やはりそれがメディカルメガバンクのようなああいう未来型の医療の拠点を作ることになってきたり、あるいはあの放射光もそうですね、あれも産学連携で地域との連携を統計連だとかそういうところと一緒にやってるうちにそういうものが盛り上がってああいうサイエンスができるという意味で、あの仙台のはかなりそこが近づいてきて、大学もですね教員もやはり社会課題の解決ということを最近非常に考えるようになって、それは ある種財産だと思います。それが一個なんですが、もう一つは仙台市にもいろんな人が入ってきていただいていて、社会起業家の方非常に多いですよね。で、他からいっぱい入ってきていると。で、そこでいろんな動きがあって、その時に入ってきた若い人材がですね、今市のいろんなところで活躍されている。で、大学はやはりその社会課題と科学ってまだまだ近くになったといえ遠いので、そういう方々を大学に入っていただいて、どんどんこのその科学と市民の生活をつなげていただくということをやっていくんじゃないか。それが実はスーパーシティの思いでございまして、それができるのは実は他の地域でなかなかそういうふうな発想になっておりません。まあ、大学の教員も全くならない人がそれは多いので、我々はもう現場を見てましたから、そういう意味では社会起業家の方と大学の教員が、まあ、あるリビングラボ、あるいはソーシャルイノベーションラボのようなものを作って、そこから課題を議論していくということをまずスタートしたいなというふうに思って、ですから東北大学って完全にサイエンスだけやってるわけでもないんですけど、その逆に言ったらそういうふうに、新しいこうソーシャルイノベーションのラボを作って、議論を始めたいというのをちょっと郡市長にはお願いをしたという経緯がございます。はい、はい、藤原会長も大きな視点からという意味も兼ねて、アーキテクト、仙台市東北大学のスーパーシティのアーキテクトにご就任いただいておりますけれども、藤原先生の観点からそこに期待することなどありましたらお話しいただけますでしょうか。はい、ちょっと海外の私コロナの前よくしょっちゅう出歩いたもんで、やっぱり少しベンチマークになるのは北欧の街かなというふうに思ってましてね、ヘルシンキとストックホルムをかなり詳しく調べたことがあるんですけども、でとにかく共通するのはですね、もちろん文化って大事なんですけども、ちょっと私の視点から言うとデジタルで便利と、とにかくこの街は便利な街だというのがやっぱり一つの大きなスーパーシティのテーマかなというふうに思うんですね。で具体的にはですね、移動とね、買い物と決済と安全とゴミ処理なんですね。この5つがこのスーパーシティのデジタルで便利さを、まあ、実現するターゲットかなと。で移動というのはですね、とにかく駅を例にすると駅から駅に行くんじゃなくて、家から目的地まで全部サポートできる、うん、まあ、そういう移動に対して面倒を見てくれる街と。でいろんな交通手段がありますけれども、そのクロスボーダーでですね、その鉄道会社、バス会社、あるいはそうじゃないいろんな移動手段がありますけれども、とにかく家から目的地まで届けてくれると。で、まあ、一つのベンチマークは一人住まいのお年寄りがですね、もう安心して行けるというね、まあ、そういう移動できるという。で買い物は例えばですけれども、コロナなんかでも感染した人が買い物に行けないとかありましたけれども、災害の時なんかもあるとやっぱり公共サポートとして買い物に行けない人が買い物できるような、ね、まあ、そういう仕組みというのがあるといいかなと思います。決済はまあいろんな手段がありますんで、現金だけじゃなくてやっぱりデジタル技術を使って、いろんな事業者 の提供するサービスをクロスボーダーで決済できる仕組みと、あと安全というのはやっぱりこの街にいると安全だなというね、これはやっぱりデジタル技術によるところが大きいと思います。それから意外とゴミ処理ですね、ゴミの出し方、ヘルシンキ結構進んでましてね、そのゴミ処理がですね、
あ、これはいいなと思ったんですけども、まあ、そんな5つぐらいのところに便利さを提供できる街、まあ、これスーパーシティの一つの役割かなというふうに思いました。以上です。はい、今のスーパーシティ構想の方でもその海外の事例なども集めて勉強会なども開催しようとしておりますので、まあ、そういういい面を真似するとかですね、できるだけその人に優しい他にないようなものを目指して、アーキテクトと市長のには頑張っていただきたいなと思っておりますが、森さんデンマークのスマートシティの本を読んでいただいてました。拝読させていただきました、ね、勉強が始まったんですか。やっぱり人を中心に据えているというところは大変の共感をいたしまして、本誌で進めるスーパーシティ構想もやはりそうすべきであろうというふうに思って今いろいろとお話をさせていただいているところです。先ほどの移動ということでいうと今、仙台でも仙台マースを進めたところですけれども、そればかりかそのスーパーシティ構想の中では例えば幼稚園あります、保育所がありますよ ね、 ありますね。保育所の子どもさんたちをロボットがこう見守ったりとか、うん、そういうことも実際にできていくと、あ、こんなふうにロボットが随行したり見守りをしてくれたりしながら移動が可能になってくるなとかですね、ドローンが買い物をしたものを個別にマンションのところにのところで届けてくれるですとかね、そんなようなことも実際に可能になってくると、こんなことが楽しめるっていうか普通になってくるんだっていうことで、とても市民にとってはありがたいものだと思いますし、そういうことを仙台から始めて、全国にそして、まあ、世界にも発信できるといいなというふうに思います。とりわけ先ほど青木先生もおっしゃられましたけれど、課題先進地じゃないですか、はい、だから社会課題の解決にどのようにコミットしていけるのかっていうところも少しそうですね、いろいろと、うん、課題先進だけだと寂しいので、やっぱり課題解決先進になりたいですね。そうですね、その通りです。それを早くやりたいっていうので、はい、今市長と相談をしているというところでした。はい、じゃあ今後の展開を楽しみに待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。それでですね、今回、事前お申し込みいただいたときにいくつかご質問をいただいておりましたので、ちょっとそのご質問をご紹介して、ご回答いただけるものはご回答いただきたいなと思ってます。一つはですね、東北全体を牽引する仙台市として東北各県各市町村に、まあ、どのように今回のテーマ都市モデル作りを波及させていくのか、そして、東北各県各市町村連携につなげていくのかというようなあたりについて、まあ、少しご教示いただけるとありがたいですというご質問が一つありました。それからもう一つ、今度はですね、逆に人口減少の時代を迎え日本の今後の日本の在り方について示唆をお願いしますという、まあ、今度は広い観点でのご質問もありました。東北各県各市町村との連携あるいは日本の在り方についてとちょっと視点が違いますけれども、まず東北連携についてはやはり郡市長に少しコメントをいただいてもよろしいでしょうか。東北連携推進室などそうやって割と積極的に進められているかなと思いますので、そこら辺もご紹介いただけるといいですけど、今あれですね、経済局と文化観光局と両方で、新しい施策の改訂版を作って、進めているところとこれから進めるところとあるんですけれども、それこそスタートアップではですね、もうすでに東北6県の誰かのためにあるいは地域のために役立ちたい思いを込めて社会起業家を育成する東北アクセラレーターという取り組みをしておりますけれども、これも東北各地域から多くの皆さんたちに集まっていただいて企業のトレーニングをした上で実際に企業に結びつけていくという取り組み、これまた東北各地域に飛んでいただいてご地元で活躍をいただくという
この応援もさせていただいているところです。あるいはまた東北の優れた観光資源をどういうふうにネットワーク化していくのかということも含めて取り組んでいます。また震災でですね、大変大きな被害が多かった沿岸地域をネットワークでつないで、これも、皆さんの学びの場にしていただくような取り組み、そして G7 の、関係閣僚会合誘致に今手を挙げて取り組んでいますけれども、これが絶好のそういう意味ではですね、東北のことを知って全国世界の皆さんたちに発信する機会でもありますので、これを成功させたいというふうに思っています。またスーパーシティや スマートシティについてもですね、本市としての取り組みというのをアーキテクトの中には石巻の、で、まあ、そうです、渡辺さんいらっしゃってますので、そういう皆様方と連携をして取り組んでいくということが、まあ、広く仙台から発信をしていくことにつながるだろうなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。藤原先生、どちらの質問でも結構なんですけれども、まあ、どちらかというと日本のあり方になりますでしょうか。ね、ちょっと両方ちょっといい、はい、両方、はい、お願いします。まず東北連携なんですけど、今日午前中東北電力の方とお話ししてましてね、東北電力のサービスエリアって日本一なんですってね、電力会社の中で、で 20% だそうなんですけれども、だからその東北電力の強みを私は皆さんで相乗りすることが重要かなと。で、送電網がかなり緊密にいってるらしくて、東北地方にはだからこれは活かせるんじゃないかなと。で、どうやって活かすかなんですけども、多分ですね、サプライチェーンの東北地域化というのが一番効くのかなというふうに思うんですね。今サプライチェーンがよく切れるという問題がいろんな分野で言われているわけですけども、東北の地域の中でサプライチェーンを補完し合うような供給体制を作るのには、そのエネルギーって非常に重要なんで、東北電力さんも新規事業をいろいろおやりになるというふうに今日考えて意見交換してたんですけども、私自身も今サプライチェーンのレジリエンス化というのをテーマに取り組んでいますので、せっかくいいエネルギー源があるんで、東北連携で、まあ、仙台が中心になってですね、いろんな産業分野におけるサプライチェーンの地域化というのをちょっと提案したいなというふうに思っています。はい、非常にまた、はい、具体的なご提案でありがとうございます。サプライチェーン、藤原先生 まあ、ある種レジリエンスという言葉に私もお手伝いしてるんですけども、ビジネスのレジリエンスっていうのは極めて重要で、やはり震災だとか、まあ、コロナでも結構影響を受けてるわけですけども、そういったもの、確かに東北を、まあ、ある種フィールドにしてレジリエンスを高めていくという意味で、まあ、先ほど面積が大きいとおっしゃっていただいたきっと、ね、電力会社のサービスエリアが、ね、エリアが大きいですね。だからそういうようなその利点をすごくこう活用できるテーマではあるんじゃないかと思いますね。場所と電力はどこにでもあるというのが東北の特徴、ね、そうですよね。あと東北電力の場合、東北というと、あと実は怒られるかもしれないですけど、新潟まで入ってますので、管区がですね、結構広い、確かに広い状況になっていると思います。非常に重要なポイントかなと思います。はい、一方、日本の在り方についてはいかがでしょうか。じゃあ藤原先生、もう一度お願いします。私ですか、はい、ですね、私、人口が減るのはしょうがないという見方と、いやいや増やそうという話と2つあると思うんですね。で、減ってもしょうがないと、それでも GDP を落とさずに上げようというのはやっぱり高度人材を生かすことだと。で、要は労働生産性の高いところに集中投資するということだと思うんですね。だからまた東北大学の役割大きいですけども、だからその次世代放射光であるとか、先ほどのメディカルバンクの話とか、産業の種がものすごくあるので、ディープテックの種がですね、で高度なやはり 人材を生かすということになると、人口を減らさずにということでいうと、外国から人を引っ張ってくるという、ね、ことで、移民政策でいうと、ドイツって結構移民政策に成功してるんですね。日本って移民ほとんど受けてないんですね。いろんな問題ありますけど、大体ね、3% 前後ですよ。ドイツって 17% 移民が来てるんですね。で、私が調べたところ、結構高度人材をドイツで引っ張ってるんですよ。17%、単なる労働力だけじゃなくてですね、テクニオンっていうイスラエル工科大学の
集まりがあったんですけど、ドイツの大学教授がユダヤ人の人がいっぱいいるんですよね。やっぱユダヤ人、昔はアウシュビッツであったりホロコーストとかでそのナチスドイツに迫害された1100万人のうち600万人が虐殺されたという暗い歴史がドイツナチスにはあるんですけど、今全然変わってメルケルさん以降ですね、結構イスラエルとドイツで仲良くて、ユダヤ人の高度人材がものすごくドイツで活躍しているわけですけど、そういう高度人材、東北大学をコアにですね、いっぱい世界から集めてくるということが私は非常に重要かなというふうに思います。実際今東北大学さんには留学生が大勢いて、先ほど2000人というふうにおっしゃられました、はい、まさに高度人材になりうる皆さんたちですよね。そうですね、そういう人たちが、ね、住み着いてほしいわけですよね。帰っちゃうんじゃなくてね。逆に言うと実は北欧だとか、ドイツの方フランスの方も結構多くてですね、というのは、日本が好きで、そうおいでになる方がおられまして、そういう方々はやはりこうその生活空間だとかこう住みやすさ、あるいは自分の人生の中でどういうところにっていうのは結構成熟しています。だから仙台に残りたいっていう気持ちも結構ある人が私の教え子にもいましてですね、ただやはりこううまくこうそこでそれを吸収できる場、働く場所ですね、そこをしっかりこう準備していくのは。だから先ほどネタニヤフ首相がね、イスラエル当時の自慢したのは、世界のトップ10の企業の金開発拠点が全部あるというわけです。そういうわけですね。それを東北大学中心に呼んでくるというね、なんかそういう、やっぱり先ほど言った高度 R&D 拠点の誘致ですよね、があると働き場所があるんで残るんですね。東北大学で博士号を取った人が残るというね、そういう場所がになればいいなと思うんですけどね。一つね、ない話で大事な話なんですよ。それは何かというと、昔は私アイザーベにいましたけどね、外国にかなりいました。最大のが何かというとね、子どもの教育なんですよ。アメリカンスクールがないの、仙台には。やはりこれを作らない限り仙台市は国際的な学術都市になり得ない。僕から見ると今からね、要するに残念だけれどやはり英語教育がちゃんとできるような教育機関を用意しないとね、仙台は国際的な都市になりきれないと思います。スポットで来る人いますよ、もちろん研究者で。だけど家族が定住してね、仙台で子供の教育を含めてここで新しい生活をエンジョイするためには、要するに英語教育の環境が絶対不可欠です。確かに、はい、もう切に感じました。小中高ぐらいまで欲しいですよね。大学は東北大学あるから。そうですね、大学もね、だからだらしがないのはね、ほとんどね英語教育ちゃんとやってないと思う、僕各講義の中で。おそらくね、全部やるとは僕言いませんけど、大学院の教育の 50% は全て英語でやるくらいのね、はい、気構えを持ってほしいわけですよ、各先生方が、はい、そういうふうに変えていかないとね、相変わらずはある意味では封鎖的なねガラパゴス的なやっぱり社会になっちゃう。バカロレアを取ってる高校はいくつか あったと思うんですけれども、ね、まだ実際どこまでどういうふうに進んでいるのかちょっと承知していませんし、小学校中学校レベルでどうかとなりますと、やっぱりそこはまだ課題なんですかね。そうですね、野口先生ちょっと大げさなところが全然ゼロではないです。だから市長おっしゃってるようにそういう事業を営んでる学校もありますので、だからね、ゼロでは総合的にね、そうですね、やっぱりちゃんとしたね英語教育の仕掛けを持ったんですよ。はいはい、逆に言うとおっしゃるようにそういう意味では研究者がお越しになった時に、実は生活の場ってがすごくやはりそういうコンパチビリティがないっていう問題はあるわけです。で教育のところも確かにそうですし、あるいは変な話ですけど、やっぱりこう家族だけど、例えば奥様が一緒に来た時に奥様の働き場所もやっぱり海外だと戦略的に用意するんですよね。でそういう取り組みはどんどんやっていくべきだと思います。そこら辺は郡さんといろいろお話しながら、場合によっては共同出資だとかなんとかそういうこともやりながらこうやっていくといいんではないかなということを多分名誉教授はおっしゃっていると思いますちょっと翻訳をします。はい、ありがとうございます。日本のあり方についての藤原先生からのコメントで、高度人材が非常に重要だというお話からまた仙台の課題の方にちょうど戻ってまいりまして、今日のテーマ、
日本の未来は仙台からというのとにちょうど帰着したのかなというふうに思います。時間になりましたので最後にお一言ずつだけ、順番にお話しいただいて、この席の順番で、お話しいただいて終わりにしたいと思います。じゃあ藤原課長またよろしくお願いいたします。最後に一言、はい、最後の一言です。まず今日こんな素晴らしい会にお招きいただきましてありがとうございます。郡市長もいらっしゃり、東北大学を代表して青木先生もいらっしゃって、で、背景にはこの仙台市×東北大学のスーパーシティ構想というのがあって、やはりこのテーマですね、今日のテーマ、日本の未来は仙台からというですね、これにふさわしい、私はまずテーマでも重みはあるなという認識なんですけども、具体的に野口先生からも宿題が出ましたけども、じゃあ一体いつまで何するんだとっていうのがですね、今日スタートラインに始まったかなという印象です。で、具体的にこういうことをいつまでにというのを今後立案するところにまたアーキテクトとして参加させていただければ、内地をいっぱい出したいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ青木理事お願いします。私も全く同様で、やはりこう実行できる計画に落とし込まないといけないと、まず大学の経営では常にそういうふうに思っています。それからもう一点はアジリティって言いますかね、アジャイルって言いますか、スピード感のことですけど、素早くいろんなものをやっていきたいということで、ちょっと野口先生の3年とかで千何百億ってなかなかちょっと厳しいかなと思いますけど、ただ早くスタートするというのは大事だと思いますので、そういった意味では逆に言いますとですね、最近今回こういう会にも郡市長も来ていただいてもうなんかこうそういう意味では実行力があるメンバーになっているんではないかと。でしかも藤原先生は中央でかなり非常に重要な役割を担われると伺ってますので、そういう意味ではしっかりとこういうチームでですね、スピード感を上げて取り組めていければいいんではないかと思います。郡市長にはまず御礼を申し上げます。はい、ありがとうございます。今日はゲストで来ていただきましたけども、まとめの発言をお願いします。私が最後になってしまうのかしらんと思って驚きますけれども、いやでも今日は大変いい機会をいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。青葉山で進めているスーパーシティ構想は、青葉山に対しての私の思いもお話ししましたけれども、仙台のこれまでとこれからをつなぐとても重要な地域だというふうに思っております。でぜひですね、皆様方と連携を深めながら若い人たちに呼び込んで、そしてまたここ仙台を選んでもらえるように、一層努めていかなくちゃいけないな、産学官金の連携も深めていかなくちゃいけないな、また野口先生から出された課題についてもまたいろいろとご相談申し上げなくちゃいけないななどということもですね感じながら、あっという間の時間でございました。本当にありがとうございます。また何か機会があれば呼んでいただけるとありがたいと思います。本当ですか。本当にありがとうございます。刺激になりました。ありがとうございます。頑張ります。はい、皆様どうもありがとうございました。それではお時間ちょっと過ぎましたけれども、仙台定談会、どうも皆様ありがとうございました。ありがとうございます。